千葉県千葉市美浜区美浜市中小面白くない7連敗のみ負け。ほんと去年から何回沢村と増田で救援失敗した。いい加減世代交代進めろよ。よし、ベテランは重要する割に若手はすぐ下に落としやがってよ。同じ負けるなら若手で負ける方がまだ納得できるわ。朗希も普通に失点するようになったし、この打線じゃ誰も連敗ストッパーになれねえわな。福浦監督カードは早く使い切るに限るでしょ。このまま永遠の打撃コーチされるくらいなら監督になった方がマシだよ。一番悪いのは打線だけどな。1点が致命傷だから投手も大胆に攻められなくなる。ゴールデンウィークでここまで絶望するのは2017年以来だな。まだ4月で借金4とはいえ打てないし、勝ちパターンも打たれるし、2017年はこの時期のチーム打率1割台だったからな。吉井監督いつ辞めるんですか。ここから徳田開始しろや。何速攻帰ってんだてめえら。とりあえず点を取ってくれや。面白くねえわ。勝ちパが沢田と鈴翔しかいない状態だから何やっても勝てるわけがない。今年はコルデロが計算できなかった時点で終わってたのかもしれんな。そもそも守備コーチ根本って普通ならありえんだろ。点が入らんからつまらん三郎監督はよ。ご視聴ありがとうございました。